この世には魔力の根源が6つあるとされてきた。炎、氷、雷、風、光、闇。しかし、それらの力では説明のつかない事象がある。ダーケストの大穴だ。400年前、大穴を見た賢者グラトンは考えた。6つの根源による力では、大穴を開けることは不可能だ。第7の根源があるに違いない、と。かの有名なグラトン予測。魔法学者たちの礎だ。かの賢者は魔法の究極を予測したのだ。そこでだ、諸君。私が完成させた究極を見せよう。くだらん。これが究極だと。バカな、そんなはずは。ただの雷だろう。いかに強化しても限界がある。そもそも方向性を誤っている。研究を続けても無駄だ。なるほど。この数式なら。くっ、不愉快だ。親切のつもりだったのだろう。続きを聞かせてくれないか。雷にせよ、炎にせよ、6つの根源は物質が元となる。物質には限りがあり、それが生む力もまた有限だ。つまり、第7の根源は物質ではない。というのが俺の考えだ。興味深い。私はハーベイ。凡人との議論も飽きたところだ。オズバルドだ。オズバルド、先の仮説にはどのようにアプローチを？数学的なものだ。魔法の数式化を思考している。ああ、実に興味深いな。私は生物学的観点から魔物の血を研究している。オズバルド、一つ私の仮説を聞いてくれないか。いいだろう。忌憚なく話してくれ。俺は興奮していた。同じ高みに立つものを発見したのだ。そしてそれは、アーベインも同じだった。俺たちは議論を重ねた。会うたび幾度も。だが、俺は気づかなかったのだ。巧妙に隠された悪意に。モンテワイズ。ここには大図書館が存在し、
知の宝庫として大陸中の学者が集う。ハーベイよ、そこにいるのだろう。俺の全てを奪い、貴様の研究は済んだのか。行けばわかるか。さて、知っての通り、人間が魔法を使うには魔法学を収めねばならない。では魔物たちはどうだろう。学を収めずなぜ魔法を使える。その力の根源とは何か。無数の魔物を実験体とし、私は解に達した。それは血だ。命の源泉ともいえる血こそが魔力の根源だったのだ。見たまえ諸君、フロストベアだ。その力は氷の魔力の結晶が抽出できる。この結晶に魔力を込めるだけで、詠唱せずとも魔法が使える。フロストベアは氷の、サラマンドは炎の結晶を持ち、結晶の数や純度によってより強力な魔法の生成もできる。しかしこれらは無論既存の6つの根源の息を出ない。グラトン予測に我らが悩める日々は続くだろう。ハーベイ教授の講義を聞けるなんて光栄だ。第二のグラトンと呼ばれる天才だからな。教授、ハーベイ教授。教授の研究に学会中が注目しています。グラトン予測最後の難題、第七の根源解明も近いのでは。焚きつけないでくれたまえ。その前に私には解明すべきものがある。娘へ送る品物の選定だ。もうじき誕生日でね。うまくかわされたな。教授は研究の虫さ。講義以外で見たことないよ。さて、この図書館か。ハーベイめ、どこにいる。館内の者たちに探りを入れてみるか。
どれ。得られた情報から察するに、その通路はこの辺りに。あったな。見せてもらうぞ。人目を避けて何をしていたのかを。こちらに。戻れだ。いいぞ。行くわよ。よし。さあ、行こう。行っといで。ここからだ。プランを考えねば。あ、いいぞ。おおし、あち、さばく。どうしようかしら。はっ、さて、はっ、さて、こちらの番だ。よっ、来た来た。行くぞ。まだまだだ。治療を始めましょう。私の番ね。傷を癒したまえ。見せろ。さあ、こちらの番だ。ごめん、ここからだ。いや、思考開始。あっ、見せろ。さて、聖火の光、輝きたまえ。私の獲物だ。ガルロロロロロロ、ガルガル。私の場合、傷を癒したまえ。さて、受けてみろ。賞賛はある。やられた。
神業で師匠に怒られる。まだだ。ふっ、とどめだ。おや？ふっ、そう！さあ、行こう！負けるわけにはいかないの。思考開始。いいぞ。私の獲物使い。さて。さて、このまま聖火神の御業で救いさまえ。フランを、さあ、私の獲物だ。思考開始。傷を癒したまえ。行くぞ。はっ、富国の誇りとともに。Thank you.
こがハーベイの研究室か。これは魔物同士を合成し魔物を作る禁忌とされた学問。強い血と血を合わせより強い魔物を作り続け、その先に究極があると仮定し、奴が密かに研究していたものだ。だがこんなキメラは初めて見る。俺の方程式を応用し魔物の組み合わせを考えたのか。ハーベイめ、やつも第七の根源を研究していた。俺の研究を用いブレイクスルーを見つけたのか。一歩先を踏み出すことができたのか。なぜだろうな。俺は奴に復讐心を燃やすべきだ。だが今俺は奴との議論を求めている。奇妙だ。こいつらも実験体か。ほう、なかなかのものだ。俺を敵と認知している。仕方あるまい。奴の研究の成果を少し確かめさせてもらうか。無論賞賛はある。私の番ね。プランを考えれば、見せろ。来た来た。はっ、えいえい。やられた。これここからだ。使わせて。しないと。ふっきゃー！やーきゃー！エンガチョウ！足を狙う。こちらの番だな。やっ！さて、あっ、以上だ。おや、よかった。行くわよ。計算外だ。深く。来た来た。
を知った。もう大丈夫。もう一度だ。ここからだ。これでどうしようかしら。ハーストル。こちらの番だな。ブランを行くぞ。せっかくだ。行くわよ。傷を癒したまえ。すまない。来た来た。やられた。よく見て。演算終了。あ、縁が取れ。急いで。傷を癒したまえ。深く。よっ。さて、どうしようかしら。よし。ほよ。ここからだ。ごめん。プランを考えねば。さて。いざ。よし、受けてみろ。勝算はある。ここからだ。どうしようかしら。私の獲物だ。ガロロロロロロロ。私の獲物だ。ガオ。はあ、腹減った。待ちかねたぞ、オズバルド。ハーベイ、ここへたどり着くとは旧大天といったところか。ハーベイ、貴様、積もる話もあるが、まずは答え合わせといこう。ここへ来るまでに私の研究を理解できたかね。おおむねな。一つの壁を越えたようだな。俺の方程式によって。いかにも我が盟友よ。私は君の研究を奪い、我が物として魔法学者として地位と名声を手にしたのだ。君が監獄島で凍えながら冷や飯を食わされている間にな。
悔しいかね、オズバルドよ。私は君のすべてを奪い、すべてを手に入れたのだ。研究はくれてやろう。だが下船のは俺の妻と娘まで奪ったことだ。なぜだ、ハーベイ。なぜリタとエレナを奪った。考えるがいい。疑念こそ我らの根源だ。これは素晴らしい。この力、美しくすらある。不可解だ。この魔力、どこから。ハーベイ、何を得た。言え、この力の根源を。わめくか、オズバルド。功績を認めてくれるのだな。それでこそだ、我が盟友にして最大の理解者よ。こいつの根源だったな。奪わせてもらったのだよ、君からな。何？その声、いや、リタは死んだはずだ。あの時、ナンセンスだ、盟友よ。現場の焼死体は偽物さ。私が用意した別人だ。君の妻は焼けてなどいない。私がさらったのだよ。その血が欲しくてな。あ、な、た。リタ、なのか。いかにも、オズバルド。リタだ、君の愛した女だ。その地で作ったのだよ。貴様、そこまで、そこまで落ちたか、ハーベイ。どこまでも落ちよう。海にたどり着くためなら、さあ、しかと堪能するがいい。私の研究の推移を。いざ。おや？私の番。気
傷を癒した町。すまない。思考開始。愛を求めよう。以上。さあ、行こう。どりゃあ！私の獲物だ。行くぞ。騒ぐ。使わせてもらう。さて、傷を癒したマッシャッシー。さあ、行こう。こちらの番だな。さて、行くわよ。押した。このままじゃ、きっとこの手で傷を癒したまつ。さて、オズワルド。任された。この力は銀河。どうしようかしら。傷を癒したマッシャッシー。およ、腹ペコだ。私の獲物だ。ガオ、行くぞ。プランを考えれば分断終了。風よ、来た来た。行っといで。私の番ね。傷を癒したまつ。礼を言う。こちらの番だな。思考開始。研究の推移を見せ。行くぞ。ああ、とどめだ。どうしようかしら。オズワルド、任された。さて、もう大丈夫。ほよ、よいしょ。中央のドレファンドよ。ここからだ。さて、愛を求めよう。行くわよ。
理は得意なの。私の獲物だ。行っといで。来た来た。はっ、えい、さて、やばい。はっ、それ。思考開始。オズワルド。私の番ね。傷を癒したまつ。おや？行っといでよ。行くぞ。継承ブランドよ。こちらの番。これでどうだ。さあ行こう。よっしゃ。さて、オズワルド、傷を癒したまつ。来た来た。ドラレレレレ。思考開始。ここからだ。ごめん。さて、これでよし。シャキーン。こちらの番だな。よし、助かったわ、オズワルド。ほよ。私の番ね。よし。オーリオン、切り裂け。さて。水を癒したまつ。さあ行こう。行っといで。いざ。砂漠熱弾。
どうしようかしら。傷を癒したまえ。ありがとう。行くぞ。ふっ。およ。ガロロロロロロ。ふっ、イエイ。さて、オーリオ、切り裂け。こちらの場所。ああ、この目だ。プランを考えねば。ユリ、私の番ね。傷を癒したまつ。来た来た。どりゃー。私の獲物だ。研究の粋を見せてやる。オーリオ、切り裂け。行くわよ。守って。行くぞ。どうしようかしら。傷を癒したまつ。ありがとう。こちらの番だな。さて、私の獲物だ。いっといでよ。さて、傷を癒したまつ。すまない。ここからだ。行くぞ。もののために。とどめだ。さあ。
よし、イエイ。私の獲物だ。はよ。すまない。さあ、行こう。恨み。いざ。隙あり。どうしようかしら。傷を癒したまえ。ありだ。もう大丈夫。俺はほよ。恨みなしね。行くぞ。やっ、ごめん。どこで間違えた。やりくりは得意なの。お薬の時間だ。患者さん、押した。私の番ね。傷を癒したまえ。ありだ。ここからだ。とどめだ。世辞はいい。剣が錆びる。違う。これはリタではない。これはリタの血を用いただけだろう。リタの魂は宿っていない。その通りだ。さすがの洞察力だな、オズバルド。リタはすでに死んでいるのだな。いかにも用が済んだからな。すまない、リタ。辛い思いをさせたな。ほう、貴様のような男にもそんな情があるのか。
これは。この魔物を動かした根源。なんだ。黒い。初めて見る。それこそが怪だ。私はたどり着いたのだよ。第七の根源に。なんだと？やはり知らなかったらしいな。それはある地、ルミナ家の力なる。リタ・ルミナ、彼女ら一族は光の血筋と呼ばれていてな、強き光あるところに強き影は生まれる。暗黒の力だ。暗黒。所在を突き止めるまで多くの時と労力を費やしたが、まさか貴様の妻だったとは。運命はナンセンスだな。それを知った俺は、貴様から研究と家族を奪ったのだ。エレナは、どうした？さあ、どうしたと思うね？パパ。パパ。エレナ。お前か。おお、生きていたのか。俺だ。さあ。はあ。パパ、怪我はない？ああ、大丈夫だ、エレナ。それより、あっちの人を心配してあげたらどうだね？誰？あの人。エレナ。研究室には来るなと。念を押しただろう、エレナ。ごめんなさい、パパが帰らなくて心配だったの。どうなっていた、エレナが奴を。マヌケな面だな。思考が止まったか。エレナ、今度重要な実験をする。
お前が必要な実験なのだ。見せてやろう。はい、パパ。エレナは私の養子となった。頭を少しいじらせてもらったぞ。都合のいいようにな。なんだと？何のことはない。魔物の実験と同じ要領さ。ハーベイ、貴様！オズバルドよ。リタは失敗作だった。だが、エレナの血は母親より優秀だぞ。私は今度こそ完成させるのだ。魔の究極を。待て。待て、ハーベイ。ぐあ。エレナか。実験、一緒に見てていい？構わんが、退屈ではないか。そんなことないよ。私がいると邪魔かな。そんなことはない。エレナ、エレナは生きていた。俺の胸中にわずかな安堵が訪れる。復讐の理由を半分失ったからだろう。だが同時に、胸の炎はその強さを増した。娘は、エレナは、俺を忘れさせられていた。ハーベイによって。ハーベイはエレナを連れてどこかへ消えた。どこだ？奴はどこに行った？光の血筋、奴はそう言っていた。あの大魔術師、ダーケストの研究テーマの一つだ。ならば、奴の居場所はあそこしかない。大魔術師の眠る地、グラベル。これから俺がすることは、もはや復讐ではない。だが決めた。俺はそうすべきなのだ。エレナを無事に連れ帰る。必ずだ。